各神社は、大分県大分市各にある神社、旧建者。ここでは、神奈川県藤沢市に分祀された、鵠沼各神社についても言及する。上和三年、文後国一宮の母ソ原、八幡宮の拙者、全王宮として創建。これを、各層の大分川沿いに先座し、上岸十一年、各神社と称したのが金言とされる。 9月1日から7日に霊祭が開かれ、大分県内で一番早い秋祭りとして、各の市と称される。ことに、宇の年、鳥の年の霊祭は、母、ソ原、八幡宮からの主審が、大名行列をなして各神社に参られる、行列神事、各の大名行列が行われる。なお、大名行列の年の霊祭は11日間となる。各神社の入り口。左は、大分川。 奥は、大分市立、各小中学校、各の市は毎年9月1日から7日に行われる、例祭である。大名行列の起源は、竹内塾いよいよ命が、母ソ原八幡宮の八幡神の側近にあたることから、平時は、母ソ原八幡宮の敬語にあたり、この期間のみ、母ソ原八幡宮から自社へ観光する行列へと変化したものと、言われている。 平安時代に始まったとされ、明治時代に船井藩主、小牛松平家から大名道具を各神社に寄進した記録がある。久げ沼各神社入り口に置かれた波とサーフボードを模し大使で作られた名。字は、かつ改修の廃所とされている。神奈川県藤沢市に久げ沼各神社があるが、これは江戸時代に船井藩主の小牛松平家が各神社を 江戸屋敷に分霊した、江戸屋敷前王宮を、久鵠沼駅前の一等地に、久鵠沼海岸別荘地の鎮守として祀る、小ために、お牛松平家に勧進し、1905年、久鵠沼に豪舎として先座したことに由来する。なお、戦後に、宗教法人化されている。宇佐八万よりのご分霊をいただき、九州大分県の各層にて、帝君十一年より、 各神社と呼ばれてから平成15年までには、すで百1 3 4年が経過しました。その後約800年、徳川時代には、三河松平が各層の藩主となりましたが、六代目の松平均等は、敬心の心厚く安永9年に、江戸屋敷に御分礼を祭り、社殿、拝殿、神学堂までを建設しました。明治時代となって、 畑も人家もない荒野の久鍵沼を住宅地に開発した伊藤正幸は各神社のご神霊と旧松平家の鳥居や灯台を文京区から久鍵沼に遷座し明治38年より各神社は久鍵沼住民の豪社となりました各神社には仁徳天皇とそのご一族、慶向、政務、中愛、応神 忍徳の五朝に奉仕した竹内熟樹が祀られていましたが、徳川時代からは、大国種名、エンドロ王に、稲荷神社などが加わり、家業繁盛に、利益、安産、経済と技能に力をつける十三柱の御神霊が鎮座されています。釘沼各神社内、各神社の由来と御神霊引用出展入り口の名板は、波とサーフボードを模した形であり、名は、 かつ改修から廃所している、江ノ島電鉄区江沼駅より、徒歩すぐ、ありがとうございます。